きますようご協力お願いいたします。個別に目線必要な方大丈夫そうでしょうか。西島さんもこうバレンタインはこう男性としてやっぱり楽しみなものなんですか。そうですね、まあいくつになってもそわそわするものですね。きっと男性は皆さんあのバレンタインデーはちょっと何かこうそわそわ期待してしまうもんなんじゃないかなと思います。はい、現場でも一番食べますね、チョコレート。なんかちょっと意外です、うん、あ、そうですか、ものすごい食べますよ僕。本当ですか。はい、びっくりされるぐらい現場で、はい。じゃあそれだけこういろんなことでこう頭を使ってらっしゃるのかもしれないですね。そうですね、やっぱりちょっと疲れたなとか、あのなんかこうセリフが出にくいなとか、そういう時につい食べちゃいますね。大人の気配り力検定、相手の立場になって考えよう。第1問です。同僚が転んで怪我をしたらしく足を引きずっています。見るからに痛そうで不自由そうなんですが、いつもと変わらない顔つきで仕事に励んでいます。さあどう接するのがいいんでしょうか。どれも良さそうですけどね。いやもう本当にどれもこれも、あ、それ、じゃあ2番で。2番、はいはい。最近スマホを持ち始めた上司が娘の写真を次々に見せてきた。あまりの量の多さにちょっと飽きてきたが、まだ続きそうです。さあどうコメントするのが最適でしょうか。2番。あ、2番うまいですね。これでしょう。これでしょう、はい、あ、これ結構自信がある感じですね、はい。西島さんの気配り力はこちらです。散歩道級。微妙ですね。微妙。採点結果ちょっと見てみましょうか、はい、じゃあちょっとお願いいたします。さあということで出てまいりました。1問から4問まで5点3点2点3点ということで満点ではないんですよ。ということでちょっと点数の方を解説していきたいんですけれども、はい、まず自信満々な最後の問題、はい、これはもういっぺんに見るともったいないので続きはまた次の機会にというふうにね、はい、選ばれて、これはいいなとおっしゃってましたけど、はい、これ3点ということでどれが良かったかってわかります？あのね、うん、いやーこんな大活躍できてスマホもさぞ喜んでいますよ。いやおかしいでしょ。それはおかしいでしょ。いやこれね、あの大人の意見として、え、本当ですか。びっくりしました。いや先生もびっくりされたんですね、はい、あのさらっと話題を変えるということらしいんです。止めたいということで、はい、上司を制することができるのは、はい、さらりと話題を変えるというスマホの話題に。あのちょっとこれ面白いですね。 ありがとうございます、はい、もっと詳しく知りたいですこれ。全然納得がいきません。ちょっと納得いくまで後ほどじっくりとちょっとお話ししたいなと思うんですが、はいはいはい。